RX のセキュリティ機能の紹介にようこそ。このビデオは RX ファミリーのセキュリティの機能や導入方法を紹介するシリーズの第一弾です。ここでは RX マイコン内に搭載されているアクセスマネジメント回路、暗号エンジン、乱数生成回路で構成された統合セキュリティエンジンであるトラステッドセキュア IP をご紹介します。 RX ファミリーは RX オリジナルコアならではの徹底した省電力設計と独自製造プロセスにより、高い演算性能と動作時の低消費電力の両立を実現しており、汎用製品からネットワーク、モータ、アナログ制御に特化した製品などの幅広いラインナップを取り揃えています。赤枠と黄色枠で囲われた製品には、今回ご紹介する統合セキュリティエンジンである、 トラステッドセキュア IP およびトラステッドセキュア IP ライト搭載の型名がラインナップされており RX はセキュリティを必要とされる分野への価値提供が可能です統合セキュリティエンジンであるトラステッドセキュア IP の中身アーキテクチャーを詳しく見ていきましょうトラステッドセキュア IP は MCU 内で分離されたサブシステムです トラステッドセキュア IP の内部にはユーザーキーのセキュアなインジェクションに使用されるハードウェアルートキーが外部から見えない形で内蔵されており NIST SP800-22 よび SP800-90A 仕様に準拠した乱数ジェネレーターも搭載されています TSIP へのインターフェースはアクセスマネジメント回路によって保護されており不正なアクセスを検知すると TSIP がシャットダウンされます独自の鍵管理機能により CPU または外部からのアクセス可能なバスから、平分の鍵情報が公開されることはなく、安全なソリューションを実現します。もちろん、TSIP には一般的なハードウェア暗号アクセラレータが内蔵されています。TSIP と TSIP ライトで搭載している暗号スイートは異なりますが、他のセキュリティ機能は共通で搭載されています。ルネサスの RX ファミリーでは、 現在2種類のセキュリティエンジンを提供しています。ここでは各セキュリティエンジンがサポートする機能をご紹介します。TSIP ライトは申請乱数生成、セキュアキーストレージ、改ざん検出、共通鍵暗号による暗号化及び複合化、セキュアキーストレージに使用する HRK と製品固有のユニーク ID をサポートしています。TSIP ではこれらに加え、ハッシュ関数、 公開鍵暗号及び PKI をサポートしています。すべてのセキュリティエンジンは、128または256ビットの AES で CBC 及び GCM を含むモードに対応し、鍵の生成、暗号化、複合化をサポートします。TSIP ではこれに加え、 トリプルデスおよびアークフォーをサポートし、s ワン1およびシャー2ゴロもサポートされています。PKI に関して TSIP はキー生成、署名の生成と検証、および暗号化と複合化により RSA2K をサポートしており、RSA3K および 4K による署名検証のサポートも追加されています。TSIP は楕円曲線暗号もサポートしており、鍵の生成と 署名の生成と検証により最大384ビットのニスト曲線をサポートしていますセキュリティエンジン用の周辺機能ドライバは組み込みの容易化および RX マイコン間の移植性向上を重点にプログラム開発ソフトウェア資産管理の負担を軽減するファームウェアインテグレーションテクノロジーフィットモジュールとして提供されています サンプルプログラムも準備されておりユーザーはこのセキュリティエンジンの機能をアプリケーションに容易に組み込むことが可能ですさらなる使いやすさのためにエンベデッド TLS や a z u r e r t o s などへ TSIP を組み込むためのミドルウェアも準備されていますルネサスのセキュリティソリューションに関する詳細情報は w w w l u n e s s u s c o m i o t s e c u r i t y をご覧ください